ちは。センチュリー21アルガホームの吉田と申します。本日は札幌市西区にございますグリーンビラことにシートをリノベーション完了したところに来ております。こちらのリノベーションに関しましては非常に考えていろいろと検討した結果こういった配置になっております。まずはですね、こちらのリビングなんですけれども、昔はですね、カーペットがあって、エアコンがあってっていうような感じだったんですけれども、この和室だったんですけど、こんなように綺麗になりました。で、もともと 2DK タイプなんで、正直ちょっと手狭だなというような印象だったんですけど、この和室と和室だったのを洋室にしまして、で、何がこう圧倒的に変わったかっていうと、和室とカーペットっていうところだったので、段差も全部綺麗にして、こうスムーズに移動しやすいようにさせてもらったっていう感じですね。では、変わった特徴、行ってみたいと思います。まずは、こちらです。この部分です。昔は L 字のキッチンがついていて、カレーだったんですね。ただ、キッチンを交換するときに、また L 字っていうところで言うと、結局またその収納が少なくなってしまうので、玄関入って重たいものを持って移動しやすいようにっていうようなイメージで作っています。なので、ここは開口してます。で、玄関の周りに嫌だよっていうことなんであれば、例えばロールカーテンとか、または、引き戸、つけるようなことも、できるような構造になっております。やっぱりパネルもいいですよね。これパネルだったらやっぱりパネルなんですけど、一枚一枚職人さんが買ってもらったようなものになっています。天板は人造大理石と。はい、でこちらですね、蒸気排出ユニットと言いまして、ここにポットとか炊飯器とか置くんですけれども、このまま蒸気が上がっても排出をしてくれるよっていうようなものがついております。でそうすることによって何がいいかっていうと、ここが開くんですね。上の部分が、この上の部分を自由に使います。本来であれば、炊飯器電子レンジとかっていうことなんですけども、例えば電子レンジの下に置いてとか上をこうとかいろんなとこできる、では食器などがいらないような、形で考えているので、ここである程度収まるんじゃないかなと思っています。やっぱりダウンライトも結構効いてて、かなりこう明るいんですね。なので夜の雰囲気もかなりいいのかなと思います。はい、次変わったところ行きましょう。はい、こちらもともと和室でした。ここが和室で引き戸で、向こうも和室だったんですよ。で、つながってたんですけど、部屋が2つしっかり分けられてほしいなということで、こちらを、ご用意させていただいてます。で、例えば今で言うと、書斎にしたりとかセカンドの、何かこう自分が作業する場所お子さんを育てる場所ですし、ということで部屋を一つ分けているということです。で、とはいっても僕は窓がないところなので、こちらにあるバルコニーの窓を開けていただいて、風を取り込むことができるということで、実際こういった形で、こちらに風を通すことができるというような窓がついております。もちろんですね、窓ガラス、サッシの内側の部分に関しては、ペアガラスで交換済みなので、結露だとか寒さ対策もバッチリです。こういう感じですね。こういった感じについてますので、しっかり仕切ることができます。はい、続きましては、こちらのお部屋のですね、初心室となるような、お部屋の方に行きたいと。こちらでございます。
で、先ほどの、4.5 の溶接の窓です。ちょっと風もいいよ、慣れば、また、こう、閉めていただければ、こういった形で閉めることもできます。そしてですね、これもともと押し入れだったんですよ。これが、クローゼットに変わっています。やっぱりこのオーソドックスなタイプのクローゼットっていうのがやはり使いやすくてですね、で上に棚があるので物を置けるし、あとステンパイプがあるので、まあ、コートとかかけれるし、あとは今お持ちのものとかの収納のものをこのまま下に収めることができるので、まあ、非常に使いやすいのかなっていう、こんな感じですね。使いやすいのかなと思います。最初の間取りがですね、まあ、2DK タイプで昔の間取りだったんで、正直収納点に結構やっぱ少なかったんで、収納にこだわりを持ってまずクローゼットを新設したということになりますし、あとは廊下だとかそういったところに仕掛けがありますので、ぜひそちらちょっと行ってみたいなと思います。先ほどのあの主寝室の、クローゼットの横にですね、まあデッドスペースあったんで、まあ、廊下入ってきて右に棚板がついてます。これも可動式です。先ほどと同じ構造になっているので、例えば本とか、またはここの棚を上げて掃除機とかいろんなものを収納できるようになっております。さらにですね、こだわりがあって、まあ、玄関入りまして左と右からどちらも行けるというのは 2way ではあるんですけども、何がいいかっていうと、重たいものを持ってぐるっと右側の方に行くのか、またはこのまま通って行けたらいいのかって考えた時に、まあこのまま行けた方が正直楽だよねというところです。あとは先ほど申し上げた通り、ロールカーテン行けるっていうことと、ここに引き戸を引けるような、スペースございますんで、ここに引き戸を設置してこのガラ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 と、造作することもできるようにはしております。そこはもうご自分で選んでいただいて、いやこのままでいいよ、ロールカーテンにしたいよ、引き戸にしたいよということができるようになっております。そしてですね、トイレ、こちらこれから行くんですけれども、実際に収納もかなりあるので見てみたいなと思います。はい、こちらもですね、デッドスペースがあったので、ここにまた可動棚をつけております。2段なんですけれども、トイレットロールだとか、または紙関係とか、そういったものを入れることもできますよというふうになっています。はい、トイレはですね、これも新品に交換しております。壁紙もですね、結構こだわっているものを入れているというところと、あとは上部の方にも棚は付けさせてもらっております。で、木材も新調しておりますので、まあ、木のぬくもり感じるような、トイレというふうになっております。玄関周りもですね、明るさをとっております。まず上にダウンライトで、下の方に、シューズボックスの下にですね、照明を配置しているという形になります。はい、で、まあ、収納と着ておるんですけど、こちらはですね、何だと思いますか？はい、ご興味持たれている方、かなり物件見ていただけるんだなと思うんですけれども、こちらは設備でいう電気温水器が入っております。新品ですね。はい、こちら洗面台なんですけど、まずこのくるくる水栓、本当に使いやすくて、まず伸ばす、そしてこういけるんで、まんべんなく流すことができるんですよ。非常に流しやすいというのが特徴になっております。若干ここ物を置いた時に狭いなっていうのはあるんですけれども、水を切れたようなものはここを使っていただければというふうになっております。いや、ここがですね、本当にすごいんですよ。いや、ちょっと掃除しようかなっていう感じで取れるんですよね。で、これが非常にいいのが、やっぱりもう掃除しやすいっていうところが非常にいいのかなと思います。さらに S 字フックかけれるようなものもついてますし、よく見るとここに隙間があるので、こういった形で
何かこうかけたりすることもできます。本当にこちらのお風呂結構スペック良くて、まずダウンライトなんですよ。これ2つついてるんですよね。こちらとこちら側の方に。基本このサイズのお風呂だと照明がこの辺にパコッと一つっていう感じなんですけど、まあ、スタイリストが演出できるっていうのと、まあ照明なんで結局後で切れちゃうんですけど、ダウンライトかなり持つので、まあ、明るくしたいっていうところもあったのと、あとこのパネル赤外線なのでこの演出もあったんでっていうところも非常にいいのかなと思います。そしてですね、このシャワーヘッドなんですけども、キャンソルの部分が非常に広くてエコシャワーというふうになっています。で、実際にこう洗髪とかこうしていくときにちょっと高さ調整したいなと思ったときに、この下のボタンありますよね、これ押していただいたらスーッと下がるんですよ。で、下がってここまで持ってきたときに、もう一つこちらの特徴なんですけど、普通のマンションだったらだいたい湯船側の方に、まあ、給水機能があるんですけど、ここでもお水が出せるようになってるっていうことで、まあ、ここで温度調整できるようなものがあって、で右に、カランですね、上の方でシャワーなんですけど、ここからも出るようになってます。はい、ワンタッチ式で排水はですねできるようになっています。もうほんと楽ですよね。でこちらのユニットバスはですね湾曲してまして、手を合わせた時に、まあ、ぬくもりに包まれるようなイメージで、非常にこう柔らかい印象がある